発音下手くそだな。というわけで工程いきます。ゴー。え？あ、そうか。こうでちぎって、これ本当はね、普通だとお約束の点数狙えないんですけど、リンゴバンブがうるせえで、ここでは狙えなくなっています。27。ここはお約束点数狙いたい。できれば。でも欲張ったらな、失敗するかもしれないから、そこら辺はな、あれ？まっすぐ入れりゃいいんじゃんよ、考えたら。何してんの、俺。ちょっと待って、こうして、ちぎって、オッケー。ちょっともたついたな。はい、28。ちょっと色がばらけてますけど、まあそこは気合でカバーしてくださいよ。意味がわかんねえな、自分で言ってながら。下にこけしてこれ持ち上げ。ちぎる。なんやかんやでここの約束点数狙いたりする。まあ無理だろうな。無駄に貯めたら逆に危ねえしな。はい、オッケー。29。ここはどういこうかな。あれ？左が消えちゃったな、今ので。紫いらねえな。こうで。え？こんな消え方すんの？なんかすげえラッキーだな、今の。あ、やべ、白が入ってきた。ちょっと待ってよ。この色消したいな。まずい！まずい！それはやめてほしいな。はい、3ミスです、今回で。まずくねえか、これは。でも今の消え方ちょっとびっくりだな、自分でも。ってことは、それを考えたら、やべ、黒が出てきちゃった。それ考えたら、あ、まあいいや、紫でいいや、黒いらないし。全然思っちゃったけどね。ねえ、だから黒いらないんだけど。で、ちぎる。なんか久々に黒の空気の読まなさにちょっと困惑したな、今回。ああ、できた。よかった。30番シード、ここは成功でいいや。お約束の点数狙うでもいいけど。何狙えんの？もしかして。狙えそうだな。あ、ちぎっちゃった。成功法でいこうとしたのがちょっとあだになっちゃうか、これは。あー、待って待って待って、危ねえ危ねえ。で、オッケー。狙い分なんだね、意外に。皇帝、The Emperor。Emperor。みんなの推薦あるかな？はい、女帝です。おう。ここ入るか？入った。あー、一個足んなかった。まあ、いっか。32。あら？出版のミスだ。ここもね、なんやかんやでちょっと色が終盤多くなってくるので、終盤をいかにうまく振り抜けるかがキーになってくるんですけどね。丁寧に、丁寧に、丁寧に！外すなよ、もったいねえな。はい、ちぎる。こうで。あら、あら、待ってよ。こうで。
しょ、オッケーできた。33番シード、スターバブルがないけどそんなことはどうでもいい。やり方同じなんだもん、だって。まあ、ただお邪魔っぽく入ってるので狙いにくくなってることは事実ですね。34、ここはスターバブルじゃねえや、なんかさ、思いつきで発明するのやめようぜ自分。ここはレインボーバブルが、真ん中のレインボーバブルがちょっと変わっちゃったので、あー待ってよ、ノーミスチャレンジの時の二の舞にはしたくないけど、オッケー、あ、よかった、今はいいよ。なんか妙な残り方してるな、赤が。困るな、これ。うん、どうしよう、ここで。あー、また言い損ねちゃった。あ、もういらない。で、オッケー、できた。35番シード。オレンジ狙えるかな？狙えた。あ。何その残り方。よう分からん消し方しちゃったな、これ。ああ、うっそん。どうしよう、これ手にもたついちゃったせいで普通に消してんだけど、いや、黄色消しちゃえ。あ、なんでこんな手こずんの、ごめん、こんな手こずんないめんだよ、言っとくけど。女帝ディエンプレス、はい、メキョウコウです。さあ、この面がかなり厄介なんだが。いや、これ。どうやって色の塞いだ方がいいのかな、これ。何も変わらず、なんか普通にやっちゃうと結局なんやかんやで残ったりするから、それが困るんだけどな、このね。どういこう。上等で行くならこうするしかないな。あぶね。はい、なんかった。え、待って。あ、よかった。あぶね。37。でもなんやかんやでシンプルな割には無駄に色の必要な色が要求されたりするから困るんだからな。なんか丁寧に消していくのがいいんですけど、結局は。てか結局全部それに収まっちゃうんですけどね。ああ、またいで損ねたよ。え？なんで入んないの？ちょっと待って、おかしくね？え？え？なんだこれ？なんでこんな手こずってんの？意味がわかんねえ、自分でも。38。やばい。なんかよくわかんねえ、自分でも。リアクション点数狙うでもいいんですが、やっぱり視点のところがちょっと複雑になっちゃったので。複雑というか、色がばらけちゃった線もあって、狙いにくくなってます。なので、成功法でいいですね、これは。はい、39。これもちょっと成功法ではいけないですね。あ、違え、間違えた。お約束点数は狙えないですね。
両方色がついちゃう。両方視点が出てきちゃってるんでね。はい、オッケー。40です。ちょっと一部が真っ平らになっているのでそこだけ気をつけましょう。ずっとながらなんか普通にできちゃったな。まあそんなもんですよ。メ強行でハイプリエスです。